承知しますよね。今日はお弁当です。いきますよ。じゃじゃーん。メーカー鬼滅の刃のネズコちゃん、いやー、かまぞネズコちゃんですね。かまぞネズコちゃん、これはキャラベンに染みました。これを食べていきたいと思います。それではいただきます。ちょっとね、ネズコちゃん弁当このまま食べるのはちょっとかわいそうなんで、とりあえずここに置いときますね。よいしょー。おりゃー、よし、ネズコちゃん移動が終わりました。うめぇ。やつを禁酒から解禁になりまして、今は飲めるようになりました。禁酒中はやはりね、欲しかったですね。今日のお弁当なんですが、今実際の人気映画を上映中の鬼滅の刃、鬼滅の刃に出てくる主人公のねずこちゃん、ねずこちゃんはまあダメなら話しましょう。これはね、いうかな、ねずこちゃんの着物の柄、これも話してるんですね。それではまあ、とりあえずいただきます。中はね、オムライスになってるんですよ。しかし、死になっても、帰るもんは一斉に入るもんですね。この子の子も映画やってましたけどね。僕らの頃は、ガメラとかゴジラの時代なんですよね。あの、白黒で上映してるもんだから余計に怖くて、ね、見たいけど怖い、怖いけど見たいっていうことでしたよね。最近ね、やっぱ喉の調子が悪くて声が出ないんですよね。で、音声外来行って音声のリハビリやってるんですけども、よくないですね、でもね。
学校のね、低学年の頃かな、東映漫画祭りというのがありまして、東映が漫画を3話ぐらいかな、別々の種類のやつをやって、それはね、子供心にも楽しみでしたね。それがね、そのくらいになると夏なもんで妖怪の映画も出るんですよね。お化け屋敷とか出るような。思い出に残るのは、小岩さん。小岩さんの家が怖かったなぁ。1枚、2枚、お皿を勘定していくんですけども、なんかね、1枚足りないってところがね、怖くて。当時はもう一昔だよな。当時はそれで良かったでしょうけど、今になってみると当時の手相というのは、やっぱり昔だなって感じですよね。三輪自動車とかね、知ってます？三輪車の自転車じゃなくて自動車、前一輪しかないんですよ。それはね、よくひっくり返るんですよね。セーラームーンにしても最近のことかなと思っても、ちょっと一昔でしょみたいな、ありますもんね。皆さん、面白かったです。まさかね、編集コメントを食べることになるとは夢にも思いませんでしたけども、美味しかったです。もう鬼滅の刃、映画もいいし漫画も見てみたいな、やっぱハマるんですかね。一度見てみたいと思います。それでは、ごちそうさまでした。